え？ピザと一緒にご飯食べんの？食べるよ。え、何？頭おかしいだろ。はぁ？なんでピザと一緒にご飯食べんの？食べるだろう。食べないよ。食べるよ。食べないよ。じゃあもう合わないじゃん。わかったわかった。もう焼きそばパン一生食うねお前。焼きそばパン食わねえし。グラコロとか食べんじゃねえよ。全部小麦粉とかいうやつ大っ嫌いだよ。グラコロだってご飯入ってんだよ。そうじゃない、わかりました。パンが小麦粉です。中のコロッケが小麦粉です。あ、炭水化物、炭水化物そう、全部だから食うんじゃねえぞ絶対。それとこれとは話しちゃう。やめてください。ボルが反対、ボルが反対です。ねえ、持ちまる。持ちまるちゃん、あんたの食べれるピザじゃないからね。じゃあ俺は、うん、お腹空いてんのもう夕方です、うん、ずっと今日は何も食ってません。だから食べます。だってそれ自分が食べないって言ったの。そう、食べないっつったよ。何文句あんのかよこの野郎が。もういつもほら動画での自分の写り気にしてさなんかもう動画撮るときはさ、ちゃんと朝から汗かいてちょっと動画撮るまで俺ご飯食べないからとかさ言っちゃってさだってかっこよく見られたいじゃない、ね。それなのにさ、なんかお腹すいたお腹すいたとか言ってさ。だから今食べようとしてんの。もううるさいな、もう。あ、じゃあいいよ、ご飯も食べない。食べますよ今許可取ってんじゃねえんだよ待ってんのよ。あ、疲れるんだ。待ってんの、別に許可許可。もう先にこれ食べちゃいなよ。だってもうせっかくのさピザなのにさ。食べて食べて。あ、だから俺はお腹いっぱいなんだって。もう昼間結構しっかり食べたもん。いただきます。口内炎の調子はどうなの。痛い。やばいよね、翔ちゃん。うん。なんでそんな口内炎できんの。よし。なんでそんなに口内炎ができるのって聞いてんのよ。あの、知ってるやついんの、口内炎よくできるやつがさ。なんで、そんで、それ知ってたらさ、もう、最初から、それ繰り返さないようにやってるわ、こっちは。なんか、あるんじゃない原因。だから俺、口内炎できない人なの。じゃあ、歯汚いんじゃない。あ、じゃねえんだ。でも絶対ね、辛いものの食べ過ぎだと思うよ。わかる。だってまあそれ以外は同じ食事してるよね。まあね、な、だって同じ食事しててさ、翔ちゃんだけさ辛いものやたらめったらかけるからさ。え、これ食べていいじゃん。だって食べて言う。だって俺は許可しましたからね。だから俺はお腹いっぱいだっつってんの。いらないいらない、うん、今許可したからね。これでなんかだってまあ晩ご飯別で食べるよ。うん、翔太ばっかり食ってんじゃねえかとか言う。あ、言わない言わない言わない。大丈夫だ。俺なんかそういう癒やしに見えたやだな、もっちーん。もっちゃーん。もっちゃーん。来る？はい、こだーい。逃げられました。うん。逃げてない。いや、違う違う違う。抱っこしようとすると、なんか後ずさりするんだよね。うん、何の会なの。ああ。そうそう、うちらの LINE を見たいっていうコメントがあったんでしょ。見たい見たい。え、見たい。おー、見たい自分見てんじゃん。好きな記者さん同士の LINE とかはどう。ああ、まあそうね、気になるよね。うん、どういう LINE してるのか、ね。うん、なので今回は僕たちの LINE を一部紹介したいと思います。うん、面白いことあるから分からん。いや、なんかね、うちらの LINE ってね、結構本当にたわいもないようなことばっかりなのよ。うん、なんかもうやべえやつはちょっと消してね。うん、ないだろ。分かんないよ。やっていいか。え、何が知りたいの。何が知りたいの。どういう。うちらのやつを。いや、だから食べなさいよ。ご飯が食べたい。お米、お米が食べたい。で、うん、うちらのやりとりを紹介すればいいんでしょ。うん、今日の LINE に関しては俺が午前中に髪切りに行ったから、もし俺がいない間に帰ってきたらポストに鍵入れてるねっていう LINE だけどさ、これやばくない。あいつらポストに鍵入れてるぜみたいな家バレしたらさ、うん、勝手に入ってくるよ。うん、あとね、ここ最近のね、やりとりはね、もうあれなのよ。
だいたい最近は、翔ちゃんが、もちまるの写真を撮って、俺に送りつけてくるんですよ。送りつけて欲しいって言ってんのにさ。いや、俺欲しいって言ってないよ。あ、じゃあもう一生送りない。ああ、な。一生送んないからね。いやいやいや。もう、怒りました。もういい。もういい。送っていいよ。絶対送んないから、ね。送っていいよ。これ、ここで撮れよ。送って、まあ、俺も撮るけどさ、うん。もう絶対送んない。しかもさ、なんか、送ってくる時間がさ、あれなのよ。寝る直前に送ってくるじゃん。寝る直前。うんうん、あれなんだな、あのタイミング。なんかさ、もう寝ようかなと思ったらさ、ピコンって言うからさ、なんかなと思ったら、あ、また送ってきましたよ、この人。出ました、もちまる。散々それまでもちまると一緒にさ、いてさ、遊んだりとかしてるのにさ、うん、もう早くもちまる寝てくれないかねとかいう話してるのにさ、なんでそんな寝る直前までさ、もちまるだなあった。上に行ってもさ、うん、カメラでもちまるのこと見ちゃう。あ、まあ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 、知ってるよ。あとは、うん、基本、スタンプで返す。ああ。そう。あの、文字打つんじゃなくて、スタンプで返す。うん。スタンプも、ちゃんと文字が書いてあるやつで、うん。送る。多いね、翔ちゃんね、スタンプが。楽なんだもん。打たなくていいから。今、まあ、いろいろあるからね。うん。面白いのもあるしさ。うんうん。なんか、ちょうどその、自分が言いたい気持ちをさ、表現してくれるスタンプもね、めちゃくちゃあるからね。うん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 。翔太の自撮り。もういいよ。もういいって。こういうのを送りつけてくるから、これ。違うよ。欲しいって言ったからでしょ。あれ、これ欲しいって言ったんだっけ。それは言ってない。うん。あれ、それ勝手に送りつけてくるやつでしょ。もう一生送んない。俺、一生送んない。かわいいでしょっていう。もう一生送んない。ああ、いいよ。送っていいよ。いや、もう本当に嫌だ。送っていいよ。本当にいい。送っていいよ。いや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 。もういつできるの？いつできるの？あれなんでできないの？オーブンにしたから。オーブンにしたから。オーブンとレンジといろいろ合体してるからさ、オーブンしてたからさ、その後が時間かかる。おい！やめろよ！もうやめて、そういうの。これはもう、モザイクかけないよ。え、モザイクかけてもなんかわかりそうじゃない？大丈夫よ。やばくない？うん。いいじゃん、別にうちら、夫婦なんだからさ。こういうこともするわ。ノーコメント、ノーコメント。もう知らん。もういいってば、もう見せんなよ。なんかさ、ちょっと話していい？うん。いや、この、この話していい？何？なんかね、この写真を撮ってさ、うん、翔ちゃんに送ったじゃん。そしたらさ、LINE 残るじゃん、履歴に。うん、で、仕事終わりにさ、駅でのホームでさ、もう何時に帰るよっていうのを、翔太に送ろうとした時にさ、どうしてここに出てくんのよ、これが。もうやだ。もうね、ほんとそういう時どうしようかと思った。あ、ちょっと打ちたいけど、絶対これ見られるみたいな。スタンプポチポチとか押しとけばいい。あ、確かにね、そうすればよかった。ちょっと、すんごい周りの目を気にしながら送った。やべえって思って。それ開くまで気づかなかったのよ。うん。残ってるって、うん、見える場所にあるっていうの。こんな感じよ、うちらの LINE は。そんなもんじゃない。だって他はさ、うん、だってもう今から帰るよで、何時頃着くよでさ、うん、ご飯どうする、うん、何買っとく、買って帰る。なんかもうそんなもんばっかりじゃない。もしさ、俺がハゲたらどうする？今日髪の毛切ってきた。俺髪の毛切りながらさ、うん、まだ大丈夫だなと思ったの俺。何をしたら何ができるの俺に。だから、そっと、そっとしておくとかさ、育毛剤買ってくれるとかさ。あ、気にしてんなら、どう？いやいやいや、本人次第でしょ。俺がハゲたらどう？が気にしてんだったら、それそうやってやるべきだし、うん、それがかっこいいと思ってるなら別にそれはそれでいいと思うしね。なんか気にしてるのどう思う？俺がめっちゃ気にしてた。なんでも良い。なんでも良い？俺、翔ちゃんが気にしてて、気にしてたら、まあ、いいよ気にしなくて、それでも俺は好きだからって言うじゃん。もう何も、はいはいはい。何が正解なのそれ。知らん。もう何なのそのなんかもう。何が言いたいの
いや、俺がもしハゲたらどうすかなと。だからどうもできないんだってば、こっちはよ。どうもできないよね。どうもできない、うん、でもなんかさ、ないの？やっぱハゲてほしくないなとか。いや、でもハゲても俺は気にしないと思う。いや、気にしないんだったら別にいいけど。新しいあなたに出会えたねってことで、初めまして。いいこと言った。始めましたし。いいこと言ったのかな、わかんないよ。新たな一面ありがとう、みたいなさ。ああ。ならよかった。まあ、ただ、髪切ってた時にさ、ふと思ったの。だから、もし俺がハゲたら翔ちゃんどうするの？どうもできないじゃん。もちまるちゃんにじっと見られた。え、てかなんでもうビール飲んでんの？聞いてないんですけど。だってもう、私も今日の仕事終わりましたもん。ほら見て、可愛くね、これほら。もういいから、ゲームはもううるさいな今、動物の森やってんのあんただけじゃないっすけど。そんなことないよ。だって YouTube とかでも未だに開けてる人いるもん。ほんと？うっとー、でも、ほんとに。そんなに俺のこと好きなのは分かってるけどさ。うん、分かってるよ。分かってるけどさ。もういいって。もういいって。